はい、じゃあ続いてのコーナー行きましょう。はい、高手ちゃんお願いします。はい、続いてのコーナーは、うん、教えて音楽業界のコーナーです。やったやった、来た来たね、来たよ来た、今月も来た、今月も来たよ。テーマ行きますか。はい、どうぞ。じゃじゃん、ジャンルです、ジャンルです。前回から言ってますずっとですこれ、ね、続いてますんで、ジャンル、ね、ジャンル本当に多いね。本当に多いんですよ。まだまだあるね。まだまだあります。もう本当に、もう数も多い。なんで嫌そうなの。やめる。いやじゃないですよ。うちの間やりたがってんだよこのコーナー。大丈夫、大丈夫、来月から、来月からね、はい、で今回はですね、うん、そのポップスとロックをさらに細かく細かくして、うん、5つ今日は、はい、5つ、 5つ、前回4つかなんかで尺足りなかったのに今回5つ入れてきた。5つなの。これは無茶するねこの子。いやいやいや、もう早くこのジャンルを切り上げたいからね。いや、そんなことないですよ。本当に、はい、じゃあちなみに教えて今日のジャンル、はい、1つ目はパンクですね。お、パンク、はい、パンクロックと青春パンク、青春パンク、はい、とミクスチャーロック、ミクスチャーロック、渋谷系、渋谷系、はい、テクノ、テクノですね。はあ、ね、パンクとテクノぐらいしか分かんなかった。あ、そう、うん、パンクとテクノぐらいしか分かんなかった。うん、聞いたことあるの。渋谷系ない。ないですね。ないですか。同世代なのに、うん、そうなの。同世代同世代同世代でしょ。そうかもしれない。あれ、それぐらい。これ言っちゃいけないやつ。いや、行きますかね。行こう行こう行こう、ごまかそう、はい、ごまかそう、うん、生放送だこれ。はい、ではまず一つ目のパンクロックです。パンクロック、はい、パンクロックはですね、うん、一般的にパンクとして省略されて呼ばれることが多くて、そうだね、ロックっていうことはなかなかないよね、うん、はい、1970年代に生まれたロックのスタイルの一つの音楽ということですね。そんなに古くないんだね。そうですね、うん、で、前説明したように、うん、ロックのことを説明したように、あのパンクはロックが派生して、うん、違う、ロックはパンクはロックが派生して生まれたもので、すいません、いいえ、で、なんか社会に反対的で攻撃的なメッセージを歌うものが、うん、確かにね、バカだの、バカだのなんだの言ってる音楽は多い、確かに、ね、はい、うん、でパンクロックはですね、ギターソロが少ないように私は思うんですけど、うん、はい、ロックとかに比べてって思いますね、はいはい、で見た目のイメージとして、うん、頭はモヒカンで、うん、服装はなんか革、ね、ジャンパーやチェーン飾りとかっていう、革ジャン着てね、イメージちょっと派手な、痛々しいちょっと感じの、痛々しい、ああ見た目がこう、うん、痛そうってことね、刺さったら痛そうな、みたいな、そういうことね、イメージが多いですね。お、確かにそうだ。でロックバンドとの大きな違いが、黒人音楽、うん、ブルースとか、うん、R&B とか、うん、が取り除かれているのが特徴です。ですね、確かにそうだね、はい、イギリスとかだもんね。でアーティスト例としてアナーキーさんや、うん、マキシマムダ、ホルモンさん、うん、ザ・ルースターズ、うん、ザ・スターリンさんなどがいらっしゃいます。ほほっていうのがパンクロックです。パンクロックだ、はい、この辺聞けばもうじゃあパンクロック知ってるよと。はい、ぜひぜひ分かると思うんで、言葉で言うより、うん、言葉で言うよりね、まず聞けと、はい、聞いてください。はい、ありがとうございます。で次が、はい、続いてです、うん、続いては青春パンクです。青春パンク、青春パンクは、はい、2000年代の前半にブームになりまして、うん、第2次がこれぐらいですよね、多分ね。うん、第2次、うん、だってブルーハーツでしょ、言ったら。あ、そっか、第1次が、うん、第1次が、うん、第2次がこれぐらいだよね。なるほど、うん、はい、でブームになりまして、うん、中学生や高校生、うん、大学生の間の若年層の世代から人気が支持を得ていまして、うん、で青春パンクというのは青春系のテーマを持ったもので、うん、はい、そうだね、失恋ソングとかも多いしね。多いですね、うん、とか歌詞もその恋愛系や友情、うん、トラウマや夢とか情熱などの、うん、そうだ、若者の感情を言った歌詞のものが多くてですね、うん、はい、に多いんじゃないかと思います。あれ青春パンクっていうジャンルなんだね。言うんですね、うんうん、確かにそうだ。そうですか、うん、青春っぽい、青春っぽい青春っぽいパンク、うん、あいつは多分これ興味ないぞ。いいいい、ごめんね、青春パンクなんで、うん、あのロックが派生して生まれたものなんですけど、はい、でロックとは全然違って、うん、社会に反対的な要素はなくてですね、うん、そうだ、確かにそう、うん、ないね、はい、全然なくて爽やかな歌なのが特徴です、ね、うん、歌詞は爽やかなんでね、歌ってる人は汗臭いけどね、はい、あ、なんか熱い感じがしますよ ね、うん、そうだね、でもなんか胸にグッとくるものがありませんかね。そうなのよ、はい、どんな人が歌ってんのこれは。あ、こアーティスト例としてイナゴライダーさんや、うん、ガガガスペシャル、ガガガスペシャルさんなのが、うん、
だったの。ガガガスペシャルはもう僕の人生を大きく変えた。へー、それまでもう本当人と喋るのが大嫌いだったんですけど、今じゃ全然ですね、はい、まあ、今でもあんま好きじゃないんだけど、ね、ガガガスペシャルを見て聞いて、はい、ちょっと喋ろうと思った。ちょっと喋るきっかけの中野さんを変えた音楽なんですね。あとこれ以外にもね、スタパンもそうだし、うん、いっぱいいますよね。スタンスパンクスもそうだし、いっぱいって言った割には出てこないけども、はい、いや中野さん好き系なんだ。好き系、青春パンクは。もう中野はどれほどサンボマスターに似てると言われたことか。でもあんまり今は聞かないですよね、アーティストとして。あ、確かに青春パンク、ね、でもすごいやっぱライブハウス行ったら盛り上がってるよ、うん、今また出てきてますしね、青春パンク、あんまり最近はないなって感じですね。女子がね、あんまこういうの好きじゃないからね、うん、盛り上がらないんだね。はい、はい、続けましょうってな感じです、はい、うん、で続いてミクスチャーロックですね。お、いいじゃない。ミクスチャーロックは1990年代、うん、年代頃に生まれた音楽のジャンルで、うん、そのミクスチャーっていうのは直訳すると、さまざまな音楽とロックを混ぜたポピュラー音楽っていう意味なんですけど、直訳すると、はい、ミクスチャー、はい、混ぜ合わせたっていうのがそうだね、ま、ミックスなんですね。ミックスってことだね。でそのミクスチャーロックっていうのは、うん、日本だけで通じる言葉なんですね。で世界的に認知されている意味合いはラップロックや、うん、ラップメタルっていう音楽のジャンルとして、ミクスチャーロックっていうのは日本だけなんですよね。なんです。はい。というわけで、知識がないもんであんまりちゃちゃ入れない。はい、うん、バレちゃう、早く進めて。はいはい。ということで、そのミクスチャーロックっていうのは、うん、基本的にロックとラップが混ざったような音楽っていうことですね。うん、そう言われりゃそうだね。はい、フローとかね、はい、もう先言っちゃうけど、はい、フローとかも確かにアーティストで、そうですね、送る言葉をね、ラップとロックで歌ってたわ。はい、かっこいいですね。かっこいい感じの。アチソレさんで、ココバップさんや、ヌンチャクさん、うん、ロットングラフティさん、フローさん、あー、などがいらっしゃいます。どんどん声小さくなってってるけど大丈夫？いや大丈夫です。大丈夫、じゃあ次行こう。はい。まだあと2つあるんで、ね、はい、はい。急がないとですね。うん、渋谷系。渋谷系出た。で渋谷系。何渋谷系って？聞こう、うん。はい。渋谷系は東京渋谷を中心に、うん、1993年から96年に流行した音楽のジャンルで、うん、日本のポピュラー音楽ですね。そう。はい。だから HMV が今まであったじゃん、ちょっと前まで渋谷にあったじゃん、はい、 ね、はい、あそこがそういうポップな音楽をこう集めてきてさ、売、はい、り出してたのよ。あ、そうなんだ。だからそこから渋谷系っていう。あ、それ分かった分かった、うんうん、よく分かった。だからあれがなくなるときに、はい、もうみんなでもう渋谷系は終わったよっつってさ、悲しんだんだよ。へー、あ、そうなんだ、うん、あそこ発祥の音楽がすごい多かったの。へー、最近も渋谷系ってあんまり聞かないですよね、うん、そうでしょ、はい、渋谷系って言ったらもうトータルテンボスぐらいだよ。の、うん、漫才になっちゃう、うん、それぐらいになっちゃう、はい、うん、まあ、渋谷系サウンドとも言いまして、うん、どんなのがいるんだい。あ、はい。どんな人がいるんだい。どんな人、うん、アーティストレですか、うん、ピチカートファイブさんや、うん、リッパーズギターさん。これ多分知らないな。知らない、全然知らなかったです、うん、これもだから渋谷系のね、先駆けですわ。だからド忘れしちゃったよ。小沢健二、そう、小沢健二とか。こっちはなんかちょっとなんだろう、70年代風のファッションをしている人たちだよ。超わかりにくいな。見ればわかる、全部見てください、全部ね。まあ、うん、おしゃれなんですよ。おしゃれ、そう、すごいおしゃれなんで、はい、うん、その渋谷っていう街に合わせた、うん、なんかそういう音楽、ポップでおしゃれな感じ。そうなんですよね、音楽だ、はい、うん、っていうなんか都市型っていう、そうだね、音楽なんですね。いいよいいよ、はい、おしゃれです、とってもおしゃれだね。感じ、じゃあ続けていこう。はい、最後続いて、うん、テクノポップです。はい、はい、テクノポップはですね、はい、1970年代頃に出現した音楽で、うん、シンセサイザーとか、うん、シンケンサー、うん、ボコーダーなどの電子音楽っていうんですか、ピポピポなったような感じだね、うん、そうですね、うん、イメージ的には、うん、っていうのを使って作っている音楽なんですね、うん、でその特徴としてレトロなものだったりとか、うん、未来的でその SF 的な広がりのある音楽だったりのがありますね、うん、でゲームの中でですかね、うん、インストルメンタル音楽としても作られていて、うん、おお、はい、あの辺もテクノって言うんだ。そうですね、へー、ゲームのサウンドがテクノポップ、う
なったりもあります、うん、でやっぱり機械音なので、うん、なんか無機質な感じで人のあったかみはあんまりないなとは思いますね、うんうん、日常的でなくね確かにそうだね、はい、なんか、うん、今っていうものじゃなくて、うん、未来とかその昔のものを表現するっていう、うん、なんか難しいものを表現してるような、うん、私は思いますね。確かにね、はい、うん、でもこれ僕、うん、中学校ぐらいかな、あのここに書いてないけど電気グループがすごい好きだった時期があって、うん、その頃はいいこと言ってたよ結構、うん、あ歌詞が歌詞が、うん、以上です以上です。変えた、うん、変えた、僕をちょこっとだけ変えた、うん、僕を、はい、あの引きこもりにさせた音楽だよね。今度引きこもりです、うん、いやすごいなんかこう、はい、なんかそういうイメージないですか、うん、うん、そういうイメージなんだよ。今度引きこもり、引きこもって今度っていうか最初引きこもらせた、最初引きこもりで、うん、あの青春パンクが俺を思ってた、音楽に振り回されてる人生だからね。なるほど、さんのね、人生が人生僕も音楽でこの後何に出会うかでね、出会うかで大きく変わってくるよ。うん、なるほど、ね、ぜひ中野さんを外に出してください。出てるよ。もう出てる、うん、はい。もっとってことで。ということで大丈夫？テクノポップこんぐらいで。はい、そうですね。うん、はい、大丈夫です。ね、はい、なんだっけ？急にもう一人これね、YMO とかもここだしね。あ、YMO さん。あ、そうなんだ。テーテーテーですよ。うん。が有名ところですね。有名パフュームをね、うん、テクノで初めてオリコン1位取ったっつって。あ、そうなんだ。うん、他にも撮ってる人なんて言ってましたけど、ね、ここが初めてなんだよ、はい、うん、テクノすごいですね。テクノがやっとね来たって感じですね。やっと来たんだよここで、うん、はい、はい、ってな感じです。ありがとうございます。はい、今日もありがとうございました。勉強いっぱいしてきていただいて、よくわかりました。次回はじゃあそろそろ、はい、ジャンルじゃない何かを、じゃない、いや次回次回は何やんの、次回は何やんの、次回、うん、じゃあ秘密で秘密で、お楽しみに。ジャンルだな、はい、これはジャンルか。ということで以上、はい、教えて音楽業界のコーナーでした。ありがとうございました。